ではこれからオートマティックダイアグノシスレコーディングオブラディオロジーレポートという論文を紹介させていただきます。まず国際質病分類 ICD を用いた放射線レポートの自動高度化における深層核心の適用性を調査したという論文です。訓練データがデータの特性上少なくて、さらにこの後触れますが一定の決まった答えを持つようなものじゃない部分があって、少し歪んでいるっていう部分もありまして、でまた、比較的、量が小さいわずかでっていうのとちょっと被るんですけどっていうデータで、深層学習が適用できるのかという調査の論文です。従来の今までの方法に、と競えるような結果を有する自動化のための CNN の設定をするための最適なパラメータを推定する、この3つが本研究の概要目的になります。ここからちょっと論文から外れるんですけども、先ほど触れた ICD について説明させていただきます。 ICD は国際病質病分類というもので、正式名称になりますとこちらの質病及び関連保険問題の国際統計分類というものになります。これは WHO が作成している疾患の分類で、障害だったり疾患だったり、死因の原因というものを、国際的に統計を出すために統計を出すことを目的に作られています。で今 ICD-10 というものが、1990年に、改定されて一番新しいんですが10年おきに更新されていて、本論文では ICD-9 の、データを使って、調査、実験を行っています。これはどういうものかと言いますと、言語によって一つの病気の名前がいろいろと異なると思うんですけども、それを全部一つのものと一つのコードとして管理するっていうものです。その上で統計等をデータを取ってまとめていきます。でこの分類はこれちょっと、もっといっぱいあって、ここに収まりきらなかったんですが、ここで見ても分かるように、結構いろんな、細かく分かれているような構造のものになります。でさらに、同じ、疾患だったり怪我でも、部位だったりそれに伴う合併症でまた、高度が、異なってくるという特徴があります。これを、深層学習 CNN を使って、自動で、放射線科から出てきたレポートから、コーディングする適したコードに割り当てるというものが、この研究の大枠です。臨床コーディングは医学用語だったり病気のプロセスだったりこのコードへの知識というものが必要なスキル作業になりまして、さらに間違ったコーディングを繰り返したりしてしまうと統計上のデータに影響を与えることでそれは避けなければいけない問題となっています。この作業の自動化に関する研究ですが、これまではサポートベクターマシンなどいったもので取り組まれていました。で、それサポートベクターマシンが一応こちらの作業の自動化においてはステートオブザアートであることが長い間続いていたようです。で適当分類のために2つの主要な方法があるそうで、フィードフォワードニューラルネットワークのカテゴリからの CNN と RN のアーキテクチャを備えた LSTM というものが、主要に研究されているみたいです。本研究の方法としましては、キムさんが2014年に提案したアーキテクチャで CNN を構築します。複数のフィルタとフィルタサイズを使用する一つの畳み込みレイヤー、それに続くラベルを割り当てる最大プールと完全な接続レイヤーで構成されます。これは、この紹介している論文ではなくて、そのキムさんの論文から引用してきた図になります。
このモデルは非常に深いネットワークやより複雑なアーキテクチャを使用せずに、このアルゴリズムのセットを使用して達成可能なものの基礎を設定するというものだそうです。ネットワークへの入力テキストは2つの異なる設定を使用して表されるとありました。文章内のすべての単語を表すランダムベクトルの行列と単語エンベディングです。また静的なエンベディングと動的なエンベディングでの実験もこの論文で行っています。CNN パラメータの影響の定量化も一つの目標で、幅パラメータのチューニングは従来の機械学習のタスクのフューチャーエンジニアリングと同等とみなすことができるそうです。でテーブル1の赤枠内の、すいませんちょっと小さいんですが、CNN に設定される主要なハイパーパラメータをいくつか挙げて、ここに焦点を当ててチューニングを行い、異なるデータセットの違いを調査しています。使用するデータセットですが、2つのデータセットについて実験を行っています。で1つは、医療テキストですね。2007年に、コンピューテーションマシンセンターによって公開されたチャレンジデータセット、こちら先ほどの ICD-9 になります。でもう一つが IMDB の、映画のレビューデータセットを、用いて、実験を行っています。実験のセットアップです。このタスクではマルチラベルの分類問題、この、自動コーディングは、マルチラベルの分類問題として扱われているそうです。で本研究では、こちらのような、テンサーフローと、セキトラン、ワードエンベディングは、ワード2ベクターで、サポートベクターマシーンおよび、従来方法との比較のためにこのワンさんの2012年の論文と同様の石化 TF-IDF で行っています。ハイパーパラメータについては、値を徐々に変化させるグリッド探索法により異なる工事パラメータを分類精度に与える効果を調べます。こちらのテーブルの、すいませんまた小さいんですが、このデフォルト値を、ベースラインとして、3枠に記載、すいませんこちらですね、記載されている広い範囲に従って一度に一つのパラメータを変更していって、結果を分析して、静的なパラメータを求めていきます。で実験は、最適なパラメータ値に基づいて、繰り返していくことで、平均化していきます。CNN と、サポートベクターマシン等の、従来との、比較になります。すいません結果ですね、分離精度は、異なるハイパーパラメータの値を変化させて、計算、先ほどの通りです。こちらのように、各パラメータの、最適値を選択しています。でこちらが、結果です。今回、提案している CNN の2つの、アルゴリズムは、今までの従来のものと比較して、ベースラインを達成できていることが、確認できました。また、プリトレインドワードベクターでは、
ません。エンビディングスをワードエンビディングされた値に初期化することができ、ワードエンビディングを使用することで、コーディングタスクの分類精度が向上するかどうかを調査しています。様々なベクトルサイズのウィキペディアと、ミドライン、これは、医療文章を扱っている、文章を、見ることができるサイトになります。両方使用して異なる単語ベクトルを作成して、これらは事前に訓練された、エンベディングとランダムエンベディングの、精度で比較を行います。プリトレインド、こちらですね、ワードベクターにより分離精度がの向上が確認できました。3つのデータセット、すいません、こっち、すいません、こちらの RICD っていうのはこちらに準ずるものですね。での3つのデータセットで全てで達成される裁量の精度はプリトレインドワードベクターが実験モデルの有効性を改善したということを示しています。ほぼ全ての動的単語ベクトルで対応する静的ベクトルよりも優れた精度となりました。ダイナミックのイエスのイエスのイエスのってなってるんですけど、こちらがこれごとの結果になります。RICD9 と、その変化ださっきの RICD ですねでのデータセットでは、医療記事から記事の集まる、先ほどのウィキペディアと、一緒に、トレーニングで使ってたメドラインを使用して、訓練された単語ベクトルは、ウィキペディアを使用されたものよりも、もちろん理論文章ということもあり、優れた結果となりました。ドメイン内、すいません、これは、こちらのメドラインの方ですねの、単語ベクトルが医学用語の意味をよりよく把握していることできていることを示している。すいません、繰り返しになりました。でこちらの映画の、レビューのデータセットの方では、ウィキペディアを使用して訓練されたものの方がより良い結果となりました。またエンベディングサイズを大きくしても、必ずしも精度が向上するとは限らなかったそうで、3つのデータセット全てについてベクトルサイズを100に設定するとベクトルサイズが高くなるほど精度が高くなったそうです。すいません、ここちょっと間違えているかもしれない、すいません。またエラー分析では、こちらの、実験結果の、エラー分析では ICD9 のデータセットの、全ての文章で正確に一つのラベルを有するわけではないという点ですね。一つの疾患に対して、医師によって、また違う、カテゴリー分けが違うっていうものと合わせて、一つの、患者さんに対して2つだったり3つのラベルがつくということがあるそうで、こういったものは、人間の、専門家でも一致しないことがあるそうなので、その点がこちらでもエラーとして出たそうです。
また、人間の専門家は、患者報告書上に存在する異なる症状に焦点を当て異なる結論に達することがある、まあ、こちらも同じような内容になりますね。こちらは機械でこちらは人間で、まあ、3人いたら3人がそれぞれ、まあ、これがあの ICD コードなんですけども、それが、まあ、1目と2人目が1つは一致して3人目は一致しなくて、他の、コードが2人目と3人目で一致してみたいなことが起こっているので、これは、まあ、この問題特有の問題でもあるかなと感じました。ただ今回の、実験に、際して、まあ、こちら1人目は入れなくても2人目も3人目も出していれば、まあ妥当ということを踏まえて、まあ、実験に基づいてパラメータ調整で、まあ、全体的な精度は 4% ほど上げることができたそうです。最後にまとめです。従来の分類法と比較して、今回 CNN を用いた、分類、カテゴリー分けができるのかという可能性を探った文章論文ですでした。放射線科からのレポートの、ICD-9 コーディングを使用した実験で、まあ、CNN のハイパーパラメーターのいくつかはデータセットまたタスクに固有でありチューニングされるべきであるそうですが、結果を犠牲にすることなくパラメーターのいくつかをあらかじめ設定できるということを確認できたそうです。また、今回の実験では、まあ、動的エンベディングの方が、いい結果となりました。で今回の最良の分類結果は、放射線科のレポートを自動コーディングする、サポートベクターマシンおよびロジスティック回帰分類機と同等または、まあ、今回の実験では、まあ、それ以上の結果も出たということでした。まあ、本研究はまあ引き続きこのような内容であの継続するそうです。以上で発表を終わります。